東京都立城南高等学校は、かつて、東京都港区六本木六丁目に存在した、都立高等学校。府立二十二中を前身とする伝統校であったが、近隣各校の定時制過程と発展的に統合される形で、東京都立六本木高等学校が開校。2004年3月をもって、閉校となった。港区立万山小学校があった、麻部ぐ村町。 内田さんの地にて開校した。昭和50年代前半まで進学校として名を馳せ、昭和40年代まで東京大学、慶応義塾大学医学部等への進学者が多数見受けられた。その後の学校群制度制定以降から進学実績が低迷し始め、東京大学への進学者は見られなくなったが、昭和50年代前半までは、 毎年コンスタントに総計や国立大学、私立大学医学部等への進学者を輩出していた。しかしそれ以後は、急速に長楽の一途をたどり、港区六本木という高立地にあるにもかかわらず、並行する頃には、偏差値、進学実績は、都立高校の中で会に甘んじてしまっていた。一般構成員を希望者の入部で賄う、執行委員会が、 他校でいう生徒会として機能していた。委員長、副委員長の未半期ごとの校内選挙で選抜され、大半は半期で代替わりしていた。民主的な生徒自治構造として、執行委員会イコール内閣、中央委員会イコール議会、各委員会イコール行政という分立構造をとっていた。1990年代初頭には活動が盛んになり、 第一学生徒会集会の幹部を排出していた。1970年代の学生運動の時期に、生徒会と学校当局との交渉により一時的に廃止された。高速で、標準服と呼ばれる服装を定義し、私服での通学も可能であった。1978年入学生からは、男女ともに、紺のブレザー上下に、 学年ごと色違いのネクタイをアリボンたい、グレーのズボンをアスカートとなった。これは、平行まで存在していた。なお、1990年頃まで、女子生徒の体操着はブルまであった。イリカサ山漁が、柿合宿、部活動合宿で利用されていた。定期校外実習は、1年時に、イリカサ臨館学校、2年時に修学旅行、3年時は、 卒業遠足が定番であった。同窓会名簿、東京都立城南高等学校同窓会編。ありがとうございます。